今回 HKT48 も、この企画初参戦ということでございます。田中と矢吹はね、13歳コンビ、どうこの企画は知ってる？知ってます。じゃあこの田中と矢吹にお仕置きしたい人とかいるんですか？この中で。いや早かったね。じゃあ宮脇、矢吹奈子ちゃんの話なんですけど、奈子ちゃんは結構先輩を見下しているというか、先輩ランク付け、先輩たちのあの総選挙のポスターがシールになったものがあるんですけど、それを一番好きなグループの人たちは財布に貼ってて、次に好きな人を携帯に貼ってて、次に IC カードに貼ってるっていう。財布の中にはまゆゆさん、やったさっしー、横山さん、あとはなっちゃんが入ってて、私は携帯に貼られてる。2番。中西はトイレットペーパーの芯とか。